模試って今の自分の実力を把握するためのものだと思ってる、はいはい、模試を意識しすぎるっていうのはあんま良くないかなと。模試って今の自分の立ち位置と周りとの差を見るためのものであって、できないことをできないと自覚すること自体は重要だけど、おでは始まりました。森哲チャンネルです。お久しぶりです。塾長お久しぶりです。ハローデア。はい、ということで中森塾長のハローデアが聞けるのはこのチャンネルだけ。懐かしい言い回しですね。はい、いやいやいや、もう最近新学期始まりまして。そうですね、いろんな人が模試のために勉強してるんですけどとか、模試で何判定取ればいいですかとか、模試で偏差値いくつ取ればいいんですかって ありますね、はいはい、結構来てるんですけど、はい、ちょっとどうなんですかこれって。いやね、模試は本当に使い方間違えると非常にもったいないことになるんで、はいはい、ぜひぜひ今日はその話していきたいですね、はい、そしたらお願いします。まあ、特にこの時期の第1回模試についてはなんですけど、模試って今の自分の実力を把握するためのものだと思ってるんですね。はいはい、そうですね。ですね。っていうことはですよ、特に今高校3年生で、まあ、進学校じゃない人は特にそうだと思うんですけど、うん、もう結果なんか出るわけないんですよ。はいはい、ね、1年生の頃からねずっとやってた人とか、浪人生だったらもちろんこの時期でも勝負できなきゃいけないっていうのはあるんですけど、まあ、ほとんどの人は模試の方がむずいんですよ、今自分がやってる勉強よりも、ね。うん、そうですね。ってことは、まあ、結果なんか出なくて全然問題ないわけなんですよ。うん、なのでじゃあこの時点で模試は何を確かめればいいかって言ったら、例えばじゃあ英語だったら、自分はまだ単語しか終わってないんですとか、単語と文法しかまだやってないんですって人だったら、そのやったことができるようになってるかどうかなんですよね。なるほど、なるほど。例えば英語の長文読んで、長文が読める読めないではなくて、分からない単語があるのかないのか、でその単語はすでに覚えたはずの単語なのかそうじゃないのかって話なんですよね。うんうんうん、確かにそれは重要ですね。はい、あと数学もじゃあ偏差値が、まあ、40代とか30代しか出ませんでした、ただじゃあ今回2次関数しか自分は終わってなかったんだけど、2次関数の最初の問題とかはやったことあるから解けたぞっていうのがあるかどうかなんですよ。なるほど、なるほど。確かに確かにそうですね、やったとこちゃんとできてるかが大事ですからね。うん、で結構これ勘違いしがちなのが、もう適当に答え書きました、国語とかよくありがちなんですけど、はい、点数なんか8割ぐらい取っちゃったと俺国語できるんじゃねえかみたいな感じのことを思ってしまう人って結構いるんですよ。わかりますが、それは運が良かっただけであって、実力で取れてるわけじゃないって話なんですよ。そうなんですよ、僕も思い出しましたよ。うん、はい、予備校で偏差値70国語出したことがあるんですよ。はい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 、それで本番の選択権5割ですから。いやー、ありえ、僕もやりましたそれ現役時代。しかも1回出しちゃうとすがっちゃうんですよね。はい、その後どんなに悪かったとしても1回の栄光があるだけで、いや俺いざとなったら本気出せば偏差値70出せるしみたいな感じの思考1年間引きずることになるじゃないですか。はい、なわけないじゃないですか。だって、うん、その通りです、うん、本当そうだ。はい、大体上下の振れ幅の下の方が大体本番の入試で出るっていうのがね、うん、ほとんどの人はそうなんで。そうです。なのでやっぱその模試のために勉強するとか、こう模試を意識しすぎるっていうのはあんま良くないかなと。あくまで本番の入試のために勉強するのが大事であって、そのために今受ける模試っていうのは何を試さなきゃいけないのか、うん、だからそのためにはそもそも自分が何の勉強今やっててどこまで終わってんのかっていうのが大事ってことですね。その通りですね。はい、本当ですね。うん、でもしで結果出したいと、うん、もしで模試結果を出したいって、なんかちょっと今ダジャレダジャレになりそうでちょっと言って読んでたんですけどもしで結果出したかったらどうすればいいかっていうと、第一回の模試って範囲が狭いんですよ。あ、そうですね。はい、だから社会とか理科だったら狭い範囲だけやれば別にぶっちゃけ高得点取れるっちゃ取れるんですよね。うんうん、そうですね。だから一旦点数取るところまでをやってみたいって人は、第一回の模試の範囲調べて、その範囲の中で高得点取る練習っていうのを履修でするっていうのはありかとは思いますね。その通りですね。うんうん、ただそれは本番の点数を保証するわけじゃないと、なぜなら全範囲じゃないからってことですね。ものすごい狭いですからね。そうそうそう、古代オリエントとかですね。武田塾の塾生でも大体春からじゃあ全科目とか3科目取ったって人だと、社会だけいきなり偏差値60、70出たりするんですよね。うんうんうん、その範囲だけ正解率いいからっていう話で、そうすると俺実は社会が得意なんですよみたいな感じになっちゃう人結構出るんですけど、じゃあ全範囲でやったらそれやっぱり偏差値40代だったりするんですよね。だからそれじゃあんまり意味がない、まあ、70取ったこと自体は素晴らしいんだけど、でもそれは本番の偏差値70ではないって話なんですよね。その方ですね。本当そうですよ。うん、いやもういろんな記憶が蘇ってきました今もう。ああっていう。はい、でじゃあその模試を有効活用するために大事なのは何かっていうと、まず今の時点で模試に挑めない人、実力が足りてない人はもう挑める段階になるまでは今できることだけをチェックすればいい。だから点数なんか気にしなくていいと、取れなくて当たり前なんだから、できないことをできないと自覚すること自体は重要だけど、別にできなかったことを悲しむ必要はないと、それはそうだと思っとけって話なんですよね。でその上で、何をやってきゃいいかって、模試挑めるレベルになるのはいつまでに、
やるのかっていうちゃんとやっぱ計画が重要で、そうですね、そうそう、だから要は第2回の模試とか第3回の模試までにどこまで自分が終わる予定なのかっていうやっぱこの進捗をちゃんと確認した上で計画立てるってことが大事かなと。そうですね、それは大事ですね。でイメージで言うと第1回は痛い目見とけ、第2回はとりあえず本番のつもりで受けてこいでやらかしてもいいよと、3回目は本当に本番のつもり受けて本番で合格点取るつもりでやってこいと。なるほどなるほど。それでダメならダメでまた修正方法を考えて急いで最後まで修正しようみたいな感じなんで、だから本ちゃんは第3回なんで第2回までに結果出そうと思ったら早くやってあげないと間に合わないよって話ですね、うんうんうん、その通りですね、はい、おすすめの模試とか実はあったりするんですか。あでも大体僕悩んだらとりあえず可愛い受けとけって言ってますね。まあ、武田塾の塾生も武田塾模試ってのがあるんで、うん、それプラスどっか行く受けたらいいんじゃないって言ってて、まあ、その場合大体可愛い受ける人が多くて、もしくは理系とか上位層はやっぱ寸大受けたらっていう感じの話してますかね。大体そこだから可愛いと寸大か、まあ、可愛いと武田でっていう風に受けてる人が多いかなと思います、ね、そうですね、寸大はちょっと癖が強かったりすることがね、はい、あったりしますからね。まあでもやっぱ理系は結構やっぱり受けてる層がねやっぱ上位層、まあ、医学部とかは結構やっぱ寸大模試受けてると思うんで、その層と戦いたいっていう意味でその受けといた方がいいんじゃないかなと思います、ね、あなるほど、はい、そうですよね、確かに受けてる層によってもね違って出ますもんね。だからまあどっちかっていうと模試って今の自分の立ち位置と周りとの差を見るためのものであって、判定とか偏差値は正直問題次第なところあるし、まあ、あと点数自体がかなり運とか、そうですね、本番のね第6巻に左右されるってかなり、はい、特に初期の時期ってあるから、あんまそこは結果気にしなくていいんじゃないって。だって本番で合格点取れば何点取るか受かるんだから、うん、逆に悪かった時の方がエピソード作りやすいじゃんみたいな第1回もし偏差値20代だったけど1年間頑張って早慶に合格しましたの方がエピソード的にはいいよねみたいな気がします。確かに確かにそうですね、はい、じゃあまあ本当に自分の実力をこうぶつけに行く、はい、背伸びしないで、そうですそうですね、運よく当たるのだって罰と見なせぐらいのつもりで受ける方がやっぱいいのかなとは思いますね。そうですね、はい、結構背伸びしちゃう人いますもんね。まあでもね大体ね背伸びした分ね後でカットされるんで、上がった点数はね本番で切られるんでねそうね、そう低めに見積もった方がね最後の成績絶対良くなるかなと思うんで、まあ、できてないことをできるように思おうとするのはやめた方がいいよってことですね。でそもそもできないよと、この時期はほとんどの人はね、みんなそうだから気にしなくていいよって話ですね。そうですね、はい、やっぱそうなんであんなに模試の点を本当に気にするんですかねみんな、やっぱ点数って分かりやすいですからね。なるほど。だから特にやっぱ予備校の授業とかあるいは学校の授業だったりっていうものを勉強の尺度として見ちゃってて、自分の進捗が分かってない人だと偏差値しか自分で客観的に見えるものがないからそうなっちゃうかなと思うんですけど、でもこれがちゃんと自分で勉強計画立てて実行して、今何ができてる、こっから先何月に何が終わるとかちゃんとその計画分かってんなら別に模試なんておまけなんですよ正直。そうですね、どうでもいいじゃないですか。別にだって例えば模試で偏差値70取ったら入試本番の点数が5点プラスしてくれますって言ったら全力出しますけど別に1点もくれないわけじゃないですか、はい、あの高校入試だとね県によってはそういうのあったりする、おうおうおう、もうそれだけで推薦取れちゃったりするところもあったりするんで、まあ、そういうのあるからいいんですけど、でも大学入試の模試なんて1点にもならないんですから正直本番、プラスにはならないから、だから別に取れるマックスを取りに行くことは必要だけど、取れなかったとして別に本番で取ればいいじゃんってだけの話なんですよ。そうですね、うん、その通りでしょ本当に、はい、もう僕もずっと最悪のねいい判定ばっかりでしたけど、はい、でも本番で勝てたのでそうですよね、本番さえ勝てればいいんですよ。そうですね、いやもう世界史とか思い出しますよいろいろ。あれは千葉経済大学だったのかな、もし受けて、僕はもう世界史の時にマジでわからなすぎて外出ましたいやもうそういう経験僕もでもありますね。出たことはないですけど、はい、数学の試験見た時に意味がわからんみたいな、はい、話で、これ何かっていうと寸大全国模試なんですよ、はいはい、これ受けた方がいいよって言われて受けたんですけど、うん、当時僕全然まだ勉強してない時期で、はい、寸大全国模試めっちゃむずいやつじゃないですか。そうですね、むずい。だからはってなって、なんか記述模試だけどなんだかんだ解けんだろうと思ったら全然見たことないようなの出てきて、なんじゃこれみたいな感じになった記憶あります、うん、ありますよね本当、はい、感じます。まあ、その気持ち分かりますが、でも逃げないでね、はい、逃げちゃダメなんですけど、はい、そうですね、本当によくよく考えて僕2回出てますわ、2回部屋メンタル弱いじゃないですかでも本番抜けたらダメだから、そう本番ないですよね、はい、ね、覚えてますわ、はい、夏の時でしたね、ヨゼミの、はい、あれは津田沼校だったかな、はい、それですごい貧乏ゆすり人がいて、もう分かんないしイライラするしもういいって言って
れてたことがあります、ね、入試本番でセンター試験の数学の時に多分今年もあったと思うんですけども号泣祭りだったからもう、なるほど、もうあれは出たくなりましたけど ね, ねもうこの場所にいたくないっていう感じの空気が出てましたけどね、まあ、そういうこともあるから、ね、もしはね点数みんな気になっちゃうとは思うんですけどぶっちゃけ大したことないよっていうよかろうが悪かろうがっていう話です ね, ですね、はい、勉強のペース管理の一部にするぐらいの気持ちでやってもらえればいいんじゃないかと思います、はいはい、ぜひ参考にしてみてください、はいはい、小柳塾長においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。